構多いらしい。うちにいた時一回も見なかった。見なかったね。そんな光れるらしい。こう暇な時は道路をずっと一日中見てるといっぱい面白いとか見る。書いてあった。怖い。クラクションがいっぱい流されるんですけど、うん、信号がどうなんだろうな、これ朝は動いてなかったっていうだけなんだけど、それは今の足動いてない、うん、運動、うん、運動が動いてない、あ、そういうこと、信号なんだけど、聞いてない、あ、それも飲んだなって完全に機能停止してる機能、そう、補助機能ないから、なんかあれ、あれなんだっけ、信号で人が走るやつとか書く、あ、そうだね、信号、信号、いろいろあったよね、信号、信号のマークが面白い、そう、写真があったよね、人が走る、あんまその写真を僕は撮んなかったから誰かの、うん、あるある、それ多分もらってるけど、いいな、うん、ある人横向いてる、はい、途中、あ、人の方ね、あ、そう、あれ動画じゃないと分かんないんだよね、そこは分かるよりかい動画とか人が動いてます、分かんない、あ、人が動いてます、でもワードに、ワードだからな、ワードだからワードだからな、コマ送りする、コマ送りこれしかない、この横向いてない人、デザインが人が動いてる途中なんだ、横向きに歩いてる、横向きだったね、横向きだよ、横向きだったね、そう、横向きだったよ、前向きじゃない、キョンシーみたいな、すごい進化だよ、絶対走るんだって、走るっていうか、ずっと速度同じだったよね、うん、だんだん速くなったりっていうのがなかった、うん、行って行って行って、台湾とかだと早くなった気がするんだよ、うん、終わりの方が早くなるの、うんうん、早く渡れみたいな、台湾かな、確かに、うん、暮らしにはいいのかな、確かに、でもね、テーマ、テーマは直結だもんね、うんうん、本当に囲碁界よりも交通マナーに聞かれることってあるの、でも万博とかさ、今度あるし、オリンピックとかで何かやんなかったのね、いつの時ね、いろいろなんか、うん、看板出したの、うん、小学生みたいな、小学校にありそうな看板あった、そうそうそう、信号待ちましょうとか、優しく走りましょうみたいな、そういう標語があって、で横に北京オリンピックも買ってるから、うん、はい、わかりました、で縄跳び、うん、縄跳びは写真はいっぱいありますね、動画もあります、うん、動画ね、動画ね、ちょっと使えないんで、そういう技術ないし、参考 URL でつけて、そうそうそう、動画をちょっと切り出して、切り出す、ああ、画像にして、パラパラ漫画でみたいな、それおもろいね、10枚ぐらい、ああ、100枚ぐらい、100枚ぐらいとか、ドドドドドド、それだけでも違う報告書、パラパラ、めくってください、全部バラバラ、楽しいよね。ネットで縄跳びの中国をいっぱい探したんだけど、うん、これね、見てこなかった、これね、なんか局所的な気がする、うん、めちゃくちゃ局所的な気がする、うん、だからね、でも学生さんやんないって言ってた、そうそうそう、うん、そうだよね、それも言ってた、縄跳びはちっちゃいから、ね、確かにね、俺らにしたらすごいインパクトだったけど、やばい外国だと思ったらみたいなね、そうそうそう、なんだと思ってたよね、笑いたいの縄跳びだもん、なんとか新葉のなんとか広場の縄跳びとかで検索してもだよな、時期だけだったのかな、でも面白いけどね、うん、これ楽しい、なんかそこだけ見つけた、あの
その音楽見つけたけど、オリジナル版の音楽で流れてた曲はアレンジされまくってて、全然同じ曲なのかどうか判断できなかった。すごいリミックスなんですね。違うよ、ラーメンイツ。ラーメンイツ、なんかそれって、ラーメンイツの意味って見た？いや、見た。なんかね、ってアーティスト名かって思う。ラーメン、ラーメンイツは曲？あれって曲？あれ曲名だった。曲名なの、うん、ラーメイツっていう言葉の意味見た見た見た、ね、なんか強い女の人みたいな。そうそうそう、どういう曲やねんって。女の人を呼ぶときはそういうふうに呼ぶ。ラーメイツ、ラーメイツ、ラーメイツの音を聞けるから好きかない。ラーメイツ的な人、多分カタカナでラーメイツって検索すると出てきたんだろう。ラーメイツ富山冤罪。いやそんなに有名な。ラーメンズ。ラーメンズ。違う違う違う。ラーメンズでいいよ。違う違う、ラーメン。ちょっと休憩になるんだよ。うん、で、カタカナ。サークル系がマイバッグはないほどだ。あー、ラーメンズ。四川民謡なんだ。あ、曲の名前、うん、でさらにその漢字版で検索すると、多分 YouTube、うん、辛いな。妹の子。辛い妹の子。なんで何つ意味だっけ。気が強くて手厳しいか、情は熱い女性。九州男子。3個目に書いてある。こちらラーメンです。もっこすじゃない。情は熱いじゃないですか。同じ本当に音楽の上がるから判別つかない。ミックス版は。全然なんかもう曲のチックな。そう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 。そうハウス系のなんか音楽やったね。ハウスミックミックスなさから全然聴き比べたけど、ああ、こんな曲やったっけみたいな。挑戦者か。この曲がこの時間流行ってたわけでもないんだよね。でも有名な人が来てない。なんとか公園で太極拳のアートリーとか。灯火グループ。北陵公園でしょ。何だろう。歌の旅。売ってるところに入ってんの。人びつわーだ。コトロゴルフでキャッチャー。マーブルだっけ。うん。北陵公園ってあの辺の。コトロ6部。あの公園の近くだな。近く。北陵公園っておばちゃんが教えてくれたの。南極圏の。夕方から夜にかけても同じように踊り歌を一人で。全部歌う。全部歌う。何でもありや。なんかやってんだね、白が。それ縄跳びだけじゃないのかな。たまたまあの日は縄跳びを競ってたのかな。今日毎日やってるって言ってた。毎日やってるでしょ。職場の人はなんか伝統的にみんな縄跳びですやってる。伝統的に、うん、ハイテンションな伝統的な全然わからない。楽しみぶりだと思います。そうそう。夜。夜。夜。でも窓が開いてるんだね、ここ。いいじゃん、なんか内モンゴルとかついてるとこだけ。いいじゃん、踊り道。あれがないね、踏切だね。あ、そう、踏切。
書いてない。なんか上の方にガタガタ点とか目に何かもう